だから最初はね、はい、断りました。もう逃げ回ってました。こんなんやりたくないってはっきり言ってましたから。こんにちは。はい、こんにちは。ありがとうございます。お願いします。いやー、1万人の大工、今ちょっと練習を拝見いたしました。はい、はい、ちょうど私入った時肩を組んでいらっしゃいました。あれは一体どういう。まあ僕はね、やっぱりクラシック音楽っていうのはなかなかその音だけの世界やと思われてるじゃないですか。あ、はい、それはそうなんです。だからもうレコードを聴いたり CD を聴いたり、まあ、それでも音楽が楽しめるし、そこに音に書いてあること自体がやっぱりメッセージなの、うん、で、それがやっぱりすごく音に対峙するっていうことがやっぱりものすごく楽しみなんですけど、はい、しかしですね、逆にクラシック音楽がなんとなくつまらない、退屈やと思う理由にはですね、はい、まあ、演奏する方が音を鳴らすことだけに集中してしまう、はい、人はやっぱり体も生きてますからね、はいはい、心と体と、それがやっぱり両方生き生きとしてきてこそ、やっぱりそうしたいい音になっていくような気がするんですよ。で、やっぱり今回はまあ大工をやると、はい、1万人っていうとやっぱりそのクラシックファンばっかりじゃないわけですよね、はいはい、でこの参加者、うん、で今回も一番下が7歳、あ、はいはい、一番最高齢は96歳です。あ、さっき言ってましたね、はい、だからもうみんな同級生なんです、この96歳も7歳の子も、はいはいはい、90歳年が離れてても、うん、この地球上で同級生なんです。あ、でそれをね、もっと実感したかったんですね、はい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 、なのでみんなで肩を組んで、はい、よし、この12月にいい音楽作るぞと、はい、音楽自体もそういう音楽なんで、ね、みんなでもわっしょいわっしょいってこう人を応援していく曲なので。なるほど。だから具体的にそういうことが音につながっていくし、はい、やっぱりその体が喜びを感じていくし、ね、佐藤さん、これで17回目。7回目あ、ということは回数的に数えると、そのだから直澄さんが、はい、まあ、山本直澄さんっていうのが僕の大先輩で、はい、まず初代の総監督だったんですけど、はい、直澄さんの回数を今年で超えるということですね。だから半分以上やるっていうことですね、はい、ああ、そうですか。どうですか、その回数を超えるというお気持ちといいますか。ねえ、なんかもう山本直澄がやっぱりやってる一万の大工っていうのが僕にとっては強くやっぱりイメージがあったので、はいはい、その歴史をの長さを超える、あ、まあでも自分で17年やってきたなんて、もう本当あっという間でしたね、本当にね。あの、本当単純に計算いたしますと、30代の頃から。そうです、38歳ってことですな。ああ、なるほど。やっぱその引き継がれる時なんかはどうですか。いや、それはもうプレッシャーでしたよ。そう、一番最初はやっぱりこう一つの交響曲を1万人で演奏するなんて、どんだけ、まあこれ直澄さんに対して言うことじゃないけど、失礼に当たる言葉に聞こえるかもしれないけど、馬鹿げたことやってんだろうなって思いましたよね。そうで、やっぱり時代的にもね、やっぱりその、はい、まあ始まった時からっていうのがやっぱりもう日本の景気のすごい時に、あ、この、まあ、大阪で、うん、まあ、大阪人らしい発想とまあ世界が思いつかへん、ここまで行ったら世界が思いつかない発想ですよね。だからもう最初はね、はい、断りました。もう逃げ回ってました。あ、そうなんですか、うん、こんなんやりたくないってはっきり言ってましたから。ほんまですか。まあね、前上層のね、まあ、2人のスタッフがいるんですけど、はい、まあその2人がもうしつこくてね僕はその頃パリに住んでたんですけど、はいはいはい、パリにまで来て本当に僕のオーケストラの練習も全部くっついて、ん、何日間いたかな、何日間かやっぱりいたと思います。僕はもうやらないって言ってたからね。あ、そうです。本当にもうトイレ入る以外はもう全部くっついてで、その時にあの子供たちのためのコンサートを僕は作りたいと思ってたんですね。ヤングピープルズコンサート、あー、はいはい、それを作らせてくれるという人参をぶら下げてですね、それをやらせてくれるんやったら1回だけ一万大工の式で上がるわって言って、最終的にいやいや引き返したのが一番最初です。まあ、一つはね、山本直澄さんがやっぱりやってきたその偉大な業績っていうのがあったので、はいはいはい、それを
まあ、その30代の僕が受け継ぐプレッシャーも確かにありました。で、まあ、言っても2000人ぐらいの中でお客さんがね、2000人ぐらいの中で演奏会することはあっても、やっぱり1万人っていう人のことは想像つかなかったし、うん、なるほどね。で、まあ、何をしたかというと、はい、今はこうやって1000人ちょっとずつで練習してるじゃないですか、はい、それまでそういうことなかったんです。もうみんな集まって1回ワッと歌って、はい、それで本番を迎えたので、はい、で僕はそれが嫌だったの、一つは。あ、なるほど。で、やはりたとえそれが1万人だったとしても、うん、僕の意思がちゃんと通って、はい、練習をして、うん、それで言っても何もかもが全てうまくいくわけじゃないんだけども、どっかで冒険もしながら、うん、やはりこのベートーベンのその凄さ、はい、大工の壮大さ、そのことに具体的にその参加者が、オーケストラももちろんなんだけど、あのその思いをかけて本番を迎えたかったんです。でもそのことはそもそも気がついたのは山本直純さんなんですよ。だからこんだけたくさんの人数でこの曲をやろうって彼は思ったんだと思うの。僕と直純さんにそういう話はしてないので、はいはい、あくまでも想像ですけど、あ、はい、だからそれじゃあすごく僕は尊敬してる指揮者ですし、うん、はい、まあ、こういう大きなイベントを始めるにはもうこの人しかいなかったと思います。